べとる。たくさんゲットしたね。ね、旬の野菜が安く手に入って嬉しいね。うん、よかった。完成。わー、美味しそう。今日はしその味噌汁です。おー、夏らしいね。そうだね、本当にいい香りやな。ね、夏の香りやな、うん、これは夢ピリカです。おー、いただきます。いただきます。うん、美味しい。おー、サクサクやし、うん、中はもちもち。へー。ホクホクだね。うんうん。じゃあ、かぼちゃのコロッケをいただきます。どうぞ。甘い。甘い？うん、すごいねっとりしてる。あ、俺も食べる。美味しい。白樺ロードやな。そうだね、両方ともそんな感じやな。見つけた。いっぱいいるね。うん、感触はすごいふさふさ。触らせてくれてありがとう。神戸はあまり水は冷たい。ああ、美味しそう。めっちゃ美味しいよ。水ゲット、やったね。お、ギリ入る。バッチリ。エゾカンゾウが咲いてる。かわいいね。この花は？
これ野花勝負っていうんじゃないかな。へえー、ちっちゃい花やな。ねえ、かわいいね。曇りが似合う場所だね。そうだね。綺麗だね。すごい綺麗。晴れてきたね。長い長い日本海の旅がついに終わるね。うん、本当にそうやね。うっすら島が見えるね。ねえ、利尻かな。そうかもね。出現で出会った方にいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい美味しそうなマスだね。うん、今日は食材がカラフルだね。そうだね。完成ですね。完成。夏野菜の炒め物とマスと大葉のソテー。おー、美味しそう。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しいよ。美味しい。うん、いや本当にありがたいね。うん、うまー。出会いに感謝。うん、でもやっぱり寒かったね。うん、寒いよね。うん、さすが最北の地だね。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかったね。美味しかった。ありがとうございました。楽しみやな。うん、楽しみ。
たね。すごい晴れた。下山してお昼ご飯ですね。うん、セコマ弁当だね。おー、エデルワイスや。ほんまや、ちょうど12時ですね。太陽みたいやな。そうだね。うん、美味しい。いよいよだね。うん、ついに来たね。